回目の覇者ということになりました。確定は6番、2番、1番と出ています。それは払い戻し金です。1着6番金子大輔、2着2番の木村武史、3着に1番の高橋光です。2連単6番2番で1020円、2連複2600500円、3連単6番2番1番1530円、そして3連複126160円です。他の掛け軸はご覧の通りとなっています。それではナンバー勝負服をまとった金子大輔選手のウィーニングランをご覧ください。今金子大輔選手の姿が映っていますが、ちょっとこう涙はちょっとね、熱いものが見られています。金子大輔選手、これから今その競走車に乗ってイベントプラザの、それでは表彰式今着きました。それでは表彰式の模様をご覧ください。そんな面持ちの金子大輔選手です。6番車緑の勝負服で現れました。早速皆様、金子選手のお話を伺いますので、どうぞイベントプラザに皆さんご注目ください。ナンバーワン勝負の金子大輔選手です。優勝おめでとうございます。今回は金子選手苦しみ抜きました。金子選手、この声援をどう思いますか？どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。金子選手、今節は本当に苦しみ抜きました。整備に整備を重ねました。そして今この場に立っています。このナンバーワンになって地元の記念なんです。地元の記念でナンバーワン勝負服お披露目、そして見事地元の G1 手にしました。気持ちを聞かせてください。あ、すごい嬉しいです。大きな拍手をお願いいたします。金子選手、今節のエンジン状態、道中どのように戦ってきましたか？もう最初は戦える状態じゃなかったんですけど、最後にはいいエンジンになりました。試走の時の手応えはどうだったんでしょうか？少しタイヤが跳ねてしまって、はい、思ったようにちょっと走れなかったんですけど、はい、でも素晴らしいスタートを見せてくれました。そのスタートに痺れたという方、手を叩いていただけますか？スタートを決めたその時、前には先輩の木村武史選手が走っていました。木村選手との競り合いは凄まじいものがありましたけれども、どのような思いで走っていましたか？いや、もうすごいうまく走られてしまって、まあ、ちょっと抜けないかなと思ってました。がしかし負けるわけにはいかなかったですね。はい、今日はちょっと負けたくなかったんで、はい、見事最後には一番にゴールを駆け抜けました。仲間も迎えてくれました。金子選手、今どんな思いですか？もうすごい嬉しいです。秋スピは何度も輸出もしました。地元の G1 としては初めて手にしました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。
勝負服、ナンバーワン勝負服を着るのも一度ではいけない、二度着なくてはいけないと思って二度着ました。そして地元の G1 でお披露目、お披露目会の時にはこの6番車を選んできていたんです。皆さん覚えてますか？そして最後にはこの6番の緑でしっかりとこのイベントプラザに帰ってきました。金子選手、ナンバーワン2度目に来ましたけれども、それで G1 で勝ちました。そのあたりはいかがでしょう？はい、もう嬉しいですね。はい、ではこんなに熱い皆様が集まってくださっています。オートレースファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、これからもどんどんいいレースしていきますので、応援よろしくお願いします。大きな拍手をお願いいたします。ではその金子選手に初代レースヴィーナスの浅木美穂さんから花束を贈呈ということで、浅木さんぜひこちらにお越しください。思いのこもった走りをしてくれた金子選手に浅木さんから花束が手渡されます。大きな拍手をお願いいたします。浅木さんにはまた後ほどですね、シャンパンファイト等でご登場いただきます。それではただいまより優勝選手表彰式を執り行います。では金子選手、中央の方によろしくお願いいたします。皆様の、ね、声援の方もかかっております。では表彰式を執り行います。はじめに浜松市長賞として表彰状と400万円の小切手パネルが浜松市副市長の星野悟様より授与されます。星野様、よろしくお願いいたします。さて今金子選手のインタビューをお聞きいただきましたが、それでは表彰式の途中なんですが、ここで上がりタイム1着タイムをご紹介します。金子大輔選手 3.368 というタイム、8周回です。 4100m 3.368 というタイムを出して、嬉しい、地元の初の G1 記念タイトルを手にしたということになりました。そして払い戻し金も合わせてご紹介いたします。1着6番金子大輔、2着2番の木村武史、3着1番高橋光、2連単62で1020円、そして2連複の26、500円です。3連単は6番2番1番で1530円、3連複は126の組160円、他の組み合わせ他の掛け式はご覧の通りとなっています。それでは表彰式を再びご覧いただきましょう。12日浜松市長鈴木康智、おめでとうございます。おめでとうございます。今表彰状が手渡されました。地元最高、熱い握手、交わされました。その後には小切手パネルが手渡されます。いいですか？はい、よろしくお願いいたします。そしてお二人の、写真を、撮っていただきます。5日間苦しみ抜き、最後の最後にはしっかりと優勝した金子大輔選手、ナンバーワン勝負服での撮影となります。よろしいでしょうか？また後ほど、この、ね、小切手パネルとともに写真撮影は行います。大きな握手が交わされました。星野様、どうもありがとうございました。はい、続きましてオッズパーク賞として優勝記念の盾が最高執行責任者宮下直之様より贈られます。宮下様、よろしくお願いいたします。おめでとうございます。優勝記念の盾が手渡されました。大きな拍手をお願いします。そしてお写真の方をお願いいたします。さて、表彰式は進められていますが、ありがとうございました。浜松オートのテレホームサービスはご覧の通りとなっています。なお結果につきましては、宮下様、どうもありがとうございました。主催者発表ものとご紹介ください。金子大輔選手のこの涙の表彰式というのは多くのファンの方の心を打ったのではないでしょうか。2度目のナンバー勝負服のお披露目のシリーズになりました。
浜松王とオツパー杯 G1 57回秋のスピード決定戦はそのナンバー称号をまとった金子大輔選手が見事に木村武史さんの激闘を制しまして、そしてこの浜松の G1 タイトル初タイトルを手にしたということになりまして、幕を閉じるということになりました。それではこの辺で時間がなくなりました。浜松オートレース場より失礼いたします。ショットを撮っていただきたいと思います。ナンバーワン勝負服がでもこの華やかな皆さんに負けていません。